ドイツ銀行はフランクフルトアムマインのメガバンクである。大不況期に国内最大の銀行へ成長した。国内大手同様、戦前から監査役を複数の投資先等で兼任させている。現在の代表者はベインカンパニーとゴールドマンサックス出身のパウル会長とドイツ銀行ハエ抜きのクリスティアン・ゼービング社長である。ドイツ銀行は ニューヨーク証券取引所とフランクフルト証券取引所に上場している市中銀行であり、ドイツ株価指数の採用銘柄でもある。中央銀行と誤解されやすいが、ドイツの中央銀行はドイツ連邦銀行である。1890年アリアンツの創業に参加した。戦後から日本公共外債引き受け大手の一つであった。1995年からは、 商業銀行から投資銀行へ事業の主軸を移し始めた。この投資銀行業務は一般的にアセットマネジメントや投資受託と不可分である。2005年までにドイツ銀行は収入の75%を投資銀行部門から出すようになった。同じ頃自己資本利益率は4%から25%へと伸びた。2004年、 ミューチュアルファンドの短期取引、時間外取引で不当な利益を上げたスキャンダルが報道された。2003年9月から同様の不正競争が捜査されていたが、ロシアではその頃ユコスカブが乱行下し内部社取引が横行した。ドイツ銀行はドレスナー銀行がコメルツ銀行に買収される2009年まで両銀行と合わせドイツ三大銀行と呼ばれた。 2013年12月、ライボ等不正捜査により、欧州委員会から制裁を受けた。2014年、ルクセンブルクリンクスに、租税回避を暴露された。2016年9月、米国内で、住宅ローン担保証券を不正に販売した疑いで、米司法省から140億ドルの和解金を請求された。MBS とも略される、この証券は、 サブプライム住宅ローン危機の一員だったとされている。10月17日、他行と共謀して、銀価格を不正に操作していた疑惑をめぐり、投資家に対して3800万ドルを支払うことで和解した。原告は、ドイツ銀行が1999年以来、HSBC やスコシアバンクと、シルバーフィックスと呼ばれる秘密会合を毎日開いて、銀価格を不正に操作し、 UBS はこの価格を利用していたと主張していた。会合の参加者には JP モルガンも含まれる。それでもゴールドフィックスより参加者が少なく、その分凶暴が容易な構造となっていた。銀価格は歴史上の大不況を経て世界的に下落したが、ちょうどこの時代にドイツ銀行は台頭したのである。2017年1月。 ロシアでの100億ドルもの資金洗浄と英国での金融犯罪双方における非義務違反で6.3億ドルの制裁金を課された。1870年1月22日、統一ドイツの資本の海外進出を促進するため外国貿易に特化した銀行としてベルリンで創業した。創業者は銀行家デルベルト・デルブルックと政治家ルート・ィヒ・バンベルガーで 重役には銀行家ヘルマン・バリヒラのほか、ドイツ銀行設立を指導したゲオルク・フォン・ジーメンスがついた。ゲオルクはベルナー・フォン・ジーメンスの重体であり、やがては、頭取りとなった。ゲオルクと設立に協力した銀行のうち、ドイツ語版のドイツ銀行記事にないものは、シャフハウゼン銀行とシュレジエン銀行である。創業2年後の1872年、 初の海外支店を日本の横浜と清市の上海に出した。この時の人材は、不払戦争でパリ割引銀行中国支店から解雇された職員を用いた。翌年にロンドン支店も開設した。しかし東アジア取引は思ったほどうまく行かず経営を圧迫し、横浜支店も上海支店も3年で閉鎖し、以後は国内の産業に投資する。 ユニバーサルバンクへの道を選んだ。1876年、ベルリナーバンクフェアとドイツユニオンイコールバンクを合併し、ドイツ銀行は国内最大の銀行となった。翌年5月には、アイグの新株700万マルクの引き受け漢字として200万、マルクを投じて、ゲオルクも合計で10年ほど、監査役などの肩書きでアイグの経営に携わった。集中した資本を、 ドイツ銀行は国外にも投じた。サンクトペテルブルクの海外貿易銀行、アメリカ合衆国のノーザンパシフィック鉄道、ラテンアメリカのドイツ海外銀行オスマン帝国のバグダード鉄道、ヒジャーズ鉄道などに出資した。国内では、鉄鋼、兵器コンツェルンのクルップへ融資をしたり、科学大手のバイエルが、ベルリン株式市場へ上場するのを仲介したり、 また多くの企業を参加に置いたりした。1896年、ジーメンス・ウント・ハルスケが最初に発行した、社債1000万マルクを幹事として引き受け販売した。この年にゲオルクは、アイグの監査役を辞めて、ジーメンス・ハルスケの方へ倶えした。1889年、ディスコント・ゲゼルシャフトに従いドクア銀行を設立した。ここには、ドイツ銀行の他に、 ロスチャイルド、ブライヒレーダー、ダルムシュタット銀行などが参加した。そして6年後に、ドレスデン銀行とシャフハウゼン銀行が続いた。ドクア銀行の監査役会は、同行のベルリン支店から多めに代表を選び、経営実験を握る事業委員会へ送り出した。元来、ディスコントゲゼルシャフトは、ダーフとハンゼマンが1849年に起こした、ベルリン信用組合である。 ハンゼマンはもともとアーヘンの毛皮商人であった。1837年にライン鉄道会社の設立をリードした。3月革命の時増唱に就任していた。産業革命による人間疎外のあまり1849年2月9日には直例でツンフトが復活するほどであったが、ベルリン信用組合はそんな戦いに臨む職人らの無限責任信用組合であった。 この革命でベルギーではジョナサン・ラファエル・ビショフ・サイムがブルッセルの信用組合ユニオンジュ・クレデットを創設しておりこれをモデルにベルリン信用組合ができた政府はベルリン信用組合を遮断法人とみなし免許権を用いて組合の存続を妨害したそこでハンゼマンは1851年に定款を変更して合資会社 ディスコントゲゼルシャフトを誕生させた。すると、プロイセン銀行が会社の裏書きする手形について購入や割引を拒否した。会社総会は1855から1856年に事業範囲を急拡大し、鉄道、高校会社の発起に関わる大銀行となった。このようなディスコントは1901年にフランクフルトの MA フォンドートシルトズナを継承した。 1904年、ドイチペトリウム・オクティ・アングゼルシャフトをベルリンに設立。これはやがて、ブリティッシュ・ペトロリアムとなる。第一次世界大戦勃発時点で、トルコ石油の25%を支配した。しかしロイヤル・ダッチ・シェルも25%を占め、後の50%は BP が保有した。交渉を重ねてもドイツ銀行の支配率は変わらなかった。海戦の重要な背景である。 1917年、ドイツ銀行元重役が、ウーファという映画会社の設立を資金面で主導した。1925年、パルファメと協定。1924年、ドイツ銀行は、ロスチャイルド傘下のビュルテンベルク手形、交換組合銀行を吸収した。この銀行は1870年と翌年にそれぞれ、ドイツ銀行とドイチェ・バーインズ・バンク・イン・フランクフルトの、 設立資本金を提供した。1874年に、兵器会社、ルートビヒロー &CEO に資本参加し、同行のカウライ一族が LL を代表して、オスマン帝国に軍需品を提供した。そしてカウライ一族の銀行は、ドイツ銀行へアナトリア鉄道の布設事業を圧戦した。1888年、オットー・フォンビスマルクは、完治しないと通告したが、 ドイツ銀行とビウルテンベルクフランクフルトそれぞれの手形交換組合銀行が鉄道会社を設立した。認可の見返りに帝国の外債3000万マルクをベルリーナーハンドルズ・ゲゼルシャフトロバート・ウォーシャワーと引き受けた。ブライヒレーダーやビンセント・ヘンリー・ペニアルベル・カイハーが参加するオスマン債務管理局に鉄道事業の保証財源を集中させ、見返りにビンセントが 鉄道不設に参加した。ピアソンに建設を断られ、会社はラジェネロルでシュマンデファーに現場を引き受けさせた。前線の開通した頃に起きたベアリング強行をきっかけに会社資本はドイツ銀行グループが独占した。1929年、ドイツ銀行はシャフハウゼン銀行やシュレジエン銀行だけでなくディスコントゲゼルシャフとも合併した。これは過去から ディスコントアソシエーションと呼ばれてきたコネクションであった。反ユダヤ的政策を押し出したアドルフ・ヒトラーのナチ党は総選挙に勝利し1933年にドイツの政権を握るとドイツの大手企業にユダヤ系社員の追放を強制する方針を示した。これを受けてドイツ銀行は取締役会からユダヤ系役員3人を追放し、また ドイツ政府によるユダヤ系資本の欧州による経済のアーリア化に関与した。社氏によれば、1938年11月までに363件の事業欧州に協力した。第二次世界大戦では占領地の銀行を併合し大きくなった。クレディトアンシュタルトは一例であるが、東欧進出には次節のアプスも関与した。この時期、ドイツ銀行は、 ドイツ最大の銀行として、ドイツ政府やナチ等に多く融資しており、ゲシタポへの銀行施設提供、アウシュビッツ強制収容所や隣接する IG、ファルベン社施設への融資なども行った。1999年にはドイツ銀行は、この関与を公式に認め謝罪し、同年暮れには、他のドイツの大手企業と共に52億ドルの保証基金を、ホロコースト生存者のために供出した。 第二次世界大戦のドイツ敗戦と東西ドイツへの分割に伴い、ドイツ銀行は資本主義体制下の西ドイツに組み込まれたものの、連合国軍司令部から銃分割命令を受け1948年4月1日に分離解体された。連合国による占領体制が終わった後の1952年には、銃の銀行は3つに統合し、1957年には、 これらの銀行も合併統合し、西ドイツのフランクフルトを本店として、ドイツ銀行が復活した。この間には、戦前からドイツ経済の巨人であったヘルマン・ヨーゼフ・アップスの活躍があった。1956年に適正資産として、ヒューゴー・シュティンネス・コーポレーションが競売にかけられることになった。これは、シュティンネス・コンツェルンの後継であり、 創業者の息子が56%を支配していた。巨人アップスはシュティンレスを弁護した。競売にかけたりして国の返済能力が落ちたらどうするのかと凄んで見せたのである。コンラート・アデナウアー首相までも個人的に働きかけた。合衆国政府は彼らの主張を受け入れてシュティンレスの競売を特例として扱い、ここへ西ドイツが参加することを認めた。こうして 西ドイツの財閥解体は失敗して1958年になってから競争制限禁止法ができたのである。西ドイツでは銀行法第12条と第19条により自己資本規制さえクリアすれば持ち株比率を好きなだけ上げることができた。また、1965年の株式法改正までは株主の指示がない限り帰宅されている。 株式議決権をずっと使えた。改正しても、なお最長5ヶ月利用できた。このような法律環境で銀行は、戦前同様に参加企業へ、監査役を派遣して、経営を支配した。ベルリンの壁崩壊直前においてさえ、株式法第100条は1企業の役員型企業の監査役を最高10社まで兼務することを認めていた。帰宅株式による、 議決権シェアは、1986年のドイツ銀行が保有するものだと、まず、ダイムラー・ベンツ株で41.80%、次に、クレックナー・フンボルトドイツ株で44.24%、そして、自己株式では47.17%であった。ドイツ銀行は1975年、フレデリック・カール・フリックから、ダイムラー・ベンツの株式を10億ドル超も買っていた。 ビッグバン後の1989年11月7日にアルフレート・ヘルハウゼンの主導でダイムラー・クライスラー、エアロスペースが設立された。ヘルハウゼンはダイムラー・ベンツの監査役会会長であった。ヘルムート・コール首相の経済顧問としても脱腕を振るったが11月30日ドイツ赤軍絡みのテロにあって死亡した。この11月にドイツ銀行はロンドンの投資銀行、 モルガン・グレンフェル銀行を買収した。再統一の勢いもあり、ドイツ銀行はドイツ経済ごと機関化した。ジョン・アンソニー・クラーベンが、ドイツ銀行初の外国人取締役となった。なお、ダイムラーごとアイグも機関化されていった。ドイツ銀行は機関化された資力で1998年に、アメリカ8位のバンカーストラストを買収した。1999年には、 クレディリオネ買収にも参加して、ブリュッセルのクレディリオネベルギーを買収した。日本の三井グループ中核企業の桜銀行に対して買収検討を行ったこともあった。2001年、ドイツ銀行は JP モルガンがウォール街で本部としていた高層ビル60ウォール、ストリートを買収した。2008年9月には2009年3月までにドイツポストが所有する。 ポストバンク株の29.75%を買収すると発表した。同時にドイツポストは残る21.25%の株についても優先的にドイツ銀行に売却することも決まっており、事実上のポストバンク買収となる。企業メセナなど芸術支援や社会奉仕活動にも熱心である。1979年以来現代美術作品を 継続的に多数購入しており、所有するだけでなく各オフィス内に一流の作品を置き、社員と芸術のつながりも作り出そうとしている。そのコレクションは5万点以上に上る。2015年1月、スイス国立銀行が従来の姿勢を変えて、スイスフランの急騰を許したことにより、匿名筋で約1億5000万ドルの損失を出したという。同年6月、 9人の顧客が脱税容疑で捜査を受けたり、EEN、キャクストン・アソシエーツへ人材が流出したりしている。9月に起きた、フォルクスワーゲンの排出ガス規制不正問題の際には1兆円を超える緊急融資を行った。2016年8月には、2017年にアルゼンチン部門をコマフィ銀行に売却することで合意し、ブラジル部門の人員の半数をリストラする方針を、 固めるなど、中南米市場からの撤退を進めている。2017年4月には中華人民共和国の海港集団が筆頭株主となった。2018年9月、ユーロストックス50指数の算出開始以来続いた最古の銘柄から除外された。2019年7月には従業員の2割に当たる1.8万人の削減、株式売買業務からの撤退を含む、 投資銀行部門の大規模なリストラを実施した。ドイツ銀行グループは明治5年、同行で初めての海外拠点として日本に進出した。もっとも本格的な進出は第二次世界大戦後であるユーロクリアとクリアストリームが出揃った1971年、東京へ支店を出した。その後、大阪市や名古屋市にも開設した。1985年から 証券業務を手掛けており、オフショア市場として軌道に乗った東京証券取引所に1989年11月上場した。1989年時点の世界ランキングでは、総資産16位、資本金11位であって、日本勢に引き離されていた。現在日本では、ドイツ銀行グループとして、ドイツ銀行、ドイツ証券、ドイツエアセットマネジメント、 ドイチェ信託の4法人体制で金融事業を行っている。このうち中核として機能しているのは証券、投資銀行業務を担っているドイツ証券である。4社はいずれも東京都千代田区の三のオーパークタワーにドイツ銀行グループとして入居している。マーケットサイドの業務に比較的強く調査業務や再検討業務において一定以上のプレゼンスを 日本国内でも持っている。一方、投資銀行部門は現状、日本国内でのプレゼンスは他の投資銀行よりも比較的低い。しかしながら、2006年にソフトバンクがボーダフォン日本法人を買収するにあたり、買収資金が日本最大級となったので、水保コーポレート銀行やゴールドマンサックス証券とともにソフトバンク、 ガワードバイザリーとして、共同主幹事を務めた。ボーダフォン本体は2012年にケーブルワイヤレスを買収した。ドイチェの方がドイツ語の表音として正しいが、日本でドイチェだとなかなかドイツの銀行と認識してもらえないとのことから、日本法人の正式名称はドイツ銀行としている。参加企業の証券部門はドイチェ証券にしていたが、2000年に ドイツ証券に変更した。ただし、資産運用部門は、ドイチェアセットマネジメント株式会社と、ドイチェのままである。なお、グループ内の従業員は、ドイツではなく、ドイチェと呼ぶ場合が多い。増収祝い事件2013年12月5日、警視庁は、ドイツ証券社員が、三井物産連合厚生年金基金の常務理事に、対し、高額な接待を頻繁に行ったとして、 増該の疑いで逮捕。証券取引等監視委員会も、金融商品取引法違反で金融庁に、行政処分を出す、要勧告。同庁は、同12日、ドイツ証券に、業務改善命令を発動した。情報漏えい2015年12月15日、金融庁は、証券取引等監視委員会が検査の結果、ドイツ証券アナリストが、 当初一部上場会社の決算に関する情報を公表前に入手し、同社職員や顧客に伝えていたとする法令違反の事実が認められたとして行政処分を求める勧告を出したことを受け、ドイツ証券に業務改善命令を出したと発表した。ロシア人の富裕層による数十億ドル相当のマネーロンダリングを行員が手助けした疑惑に関係するニューヨーク州。 金融サービス局の調査を決着させるため、4億2500万ドルの支払いに同意した。DFS が2017年1月30日発表した。2017年7月17日、各あやきがドイツ銀行の筆頭株主である海港集団が中国共産党中央規律検査委員会初期王木山と関連する資金洗浄でアメリカ政府に 調査されていると発表し、2019年10月14日に、ニューヨークタイムズは、ドイツ銀行の CEO だったヨゼフ・アッカーマンが、江沢民、温家法、王岐山ら中国共産党幹部に、贈賄や、円故採用などを行ったと報じた。2018年11月、パナマ文書をきっかけとした、マネーロンナリング事件の捜査の一環で、ドイツ銀行に、 総勢170人もの警察官や検察官、税務調査官らが家宅捜索に入った。ありがとうございます。